山根さん、おめでとうございます。ついに1000人突破しましたね。まあ、私もね、速稼塾内で山根さんの動画を紹介できて本当に嬉しいなと思います。山根さんはね、本当に動画の内容っていうのが多岐にわたって、私も多岐にわたるんですけども、非常にね、多くの方の魅力、ファンをね、囲ってきたと思うんですよ。その中でもやっぱり西粟倉村の情報発信することによって、実はですね、すごくニッチなんだけども、すごくワイドなんですよね。というのが、西粟倉村の情報発信をここまでね、しっかりとしてらっしゃるかなっていうのは、日本全国探しても山根さんだけなんですよね。で、きっと西粟倉村から今までね、旅立っていった全国の方がきっと頼りにして見てくださると思いますし、西粟倉村に興味を持って移住しようかなと思っている方の参考にもなると思うんですよ。そういう意味で、西粟倉村のまさに、最大のね、セールスマン、それが山根さんなんじゃないかなと思います。そして私もですね、ずっと動画を見る中で、西粟倉村みたいな、そんなね、地域っていうのが素晴らしいなと思いますし、それからね、西粟倉村っていうのは10年後の日本を示してると思うんですよね。きっとこういうふうに生きていけば、人は幸せに豊かになるんじゃないかなと、ずっとね、若い人たちが東京や大阪、大都市に憧れていたように、実はですね、私たちの世代っていうのは、これからの人生を考えるときに、西粟倉村のような町を憧れていくんではないかなと、そんな風に思いました。まあ、いろいろと申し上げましたけども、今までね、山根さんが心を込めて伝えようとしたことが、今1000人の方に伝わり、それがこれからね、2000人、3000人、5000人と増えていくんだろうなと思っております。本当に一つの節目、1000人おめでとうございます。2020年 YouTuber としてですね、本当の意味でデビューですね。それではこれからもよろしくお願いします。失礼します。